ギターを待ってる方がいます、はい、じゃあちょっとと皆様からのコメントをですね、はい、読みまして、ちょっと弾いていただいてよろしいですかね、はい。イギーハニーさん、清々しい魂に震えます。クルキスさん、ティモールの人たちは命を懸け投票へ、民家の9割は焼かれた、殺される人も。エネルギーは意外に生産できるぜとおっしゃってるのは原発ワイルドさん、はい。まあ、結局ね、本当エネルギーの奪い合いというかね、その大国の都合、エネルギーを使う側の都合で非常にね困った状況に追いやられる人たちっていうのは、ね、気づいてないし ね、私たちね、そのことにね、はい、見える映画でしたね。レイジさんが、同じ地球人なのに悲しいことです。大村さん、日本が他国に迷惑かけてる、うー涙。プルキスさん、24年間ティモールの人たちは戦い続けた、命をかけて。お化けさん、クソ、結局は日本のせいで苦しんでるんじゃないか。まあ本当にね、当事者意識っていうのがね、なかなかな生じにくい問題ですよね。厚みカレーを子供たちと作った、なんですくって食べながら見てます。ながらで見ていただければ幸いです。いい、ありがとうございます。東ティモールのフェアトレードコーヒー飲んだことがありますよ。あ、そういえばこのペンケースも東ティモールの方が編んだ、フェアトレードのここの近くのね、オゾンというお店で、はい、そこの上映会で私初めてこちらの映画を見せていただきました。プルキスさん、ナメクジじゃなくてこれはワニだそうです。ナメクジにしか見えない。ナメクジしか見えない。リアルすぎる。しかもすごい上手な。映画カンタティモールは5月20日から上映。幸せとは暮らしそのもの。大村さん。ワクワクパパさん、サダムさん生ギター楽しみです。じゃあちょっとこのまま。スルスルっとなんとなくですね、小声で喋りながらサダムさんのギター演奏、ちょっと場所を広くした方がいいかな。いい、私どこかでしょ。こんな感じで、よいしょ、はい。映画の中に出てくるアレックスの歌で、ライティモールクライタという歌をそしたら歌います。歌詞はこんな感じです。僕たちは傷ついた、お互いを癒していこう、大地を癒していこう、大地は必ず僕たちを癒してくれる。家の中で怖がっていちゃダメなんだよ。僕たちが協力し合って手と手を取り合えば、一粒の種が芽を出して大きく木に育っていくように、僕たちは自分たちで国を作っていけるという歌です。
距離で聞いてしまうとね、ゾワゾワゾワって、ね、横横、私横よ素敵ですね。どんどん言ってもらいたい。もう一曲ぐらい、もう一曲ぐらい、じゃあ、何ゆっくりどうぞ、こんな番組ですから日本語の、じゃあ僕は、彼からすごく影響を受けて、うん、ちょうど僕自身もその東ティモールに行く前に、まあ音楽的にちょっと、なんだろうな、壁に、打ち当たってて、で、彼からすごくインスパイアされて作った曲を、そうしたら、聞きましょう。すみません。2時間番組ですから、大丈夫。大丈夫です。思えばね、映画と同じぐらいの時間をね、皆さんに消費させて。この前なんか我々喋ってただけだから、そうそうそう、ほとんど。今日2回目。はい、2回です。前回は鎌中ひとみ監督電話で、いきなり豪華ゲストみたいな。ね。豪華ゲストが続きますもん、ね、今女の人がすごいですよね、なんかね、なんかいろんな表現していろんなことをしてる人って女の人がすごいですよね。男はなんか ね使われてるだけ使われてるだけ若干ちょっとこっち顔一つ分ぐらい入っていただくとね、あの男性のファンの方も、はい、あとで真夏編集するときもね、はい、レレ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 レ
したよ。僕らの国じゃ友の犬さえも鎖でつないで怖がってる。心があれば何にだって自由なんだ。水みたいに、なんで人は空を見るの。風のような声を口ずさむの。サミエロ、君を見ててそう思うんだ。サミエロ、君のように歌ってみるんだ。サミエロ、同じ太陽に照らされてるんだ。皆さんからのコメントをですね、不思議ですが読み上げさせていただきますね。真野さんの伸びきった鼻の下越しに見ても美しい。しょっぱなのコメントそれ。鼻の下が伸びてるネタがどれだけ続くか。言われてますね。くるきさん、ねえ、鼻の下がじゃないですね。演奏がいいですね。この曲を名古屋発祥の楽器、大正ごとで、メイオイに演奏してもらうのだ。イギーハニーさん、すごい。おー、大正ごとでいいね、いいわね。しかも大正ごとって名古屋発祥だった、初めて聞きました。そうなんだ。ワクワクパパさん、魂からの歌ですね。ありがとうございます。プルキスさん、愛と情熱だけで成り立つ間延び放送局、しかもゆるいってところが素敵。見る人、出演する人、みんなで作られてますね。これぞ私たちのメディアやん。ありがとうございます。まあ、ね、ありがとうございます。ですね、サダムさんかっこいいぜ、ワイルドだぜ。ワイルドだそうですよ。ワイルドだぜ。ワイルドだぜ。最近流行ってるんですよ。ワイルドだぜ。よくご存知で。知っ今日のことを誰かに話さなければ大村さん、話してください。カンタティモール見ましょう。僕もあと何回でも見たいですね。お化けさん、東ティモールの人たちによる国づくり、迫害され動いちゃった。あ、ごめんなさい、見失いました。あら、福島で2歳の息子と今歌を聴いています。この1年の出来事が走馬灯のように流れていき、涙止まんないなぁと。ねえねえねえ、原発ワイルドさんはさ、ノーボーイくんなのこれ多分ね。あ、そうなの？はい。サダムさんの歌は風に揺れる木々の枝葉のざわめきのようと、イギハニーさん。ああ、ありがとうございます。あ、嬉しいな、それ。ソノマさん、いい歌です。いや、もう本当ね、素敵でした。大正ごとは大須が発祥なんだ。うん、大正ごと大須発祥度数。大マグロックに来てほしいぜ。大マグロックっていうのは何かな？これね、あのイベントだよね。青森かな。青森のイベント、原発のイベントだよね。思いが伝わる歌ですね。うん、ありがとうございました。いや、素敵な演奏ありがとうございました。本当に贅沢な。はい、では、うん、まあ、じゃあちょっとこう復習をして、うん、あの告知。さっきのやつ？これ？はい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 。なめくじは、なめくじは、なめくじはもういいんで、もういい、なめくじは見せなくて、あの今度のあれでいい、これでいい、はい、そうですね、はいはい。明日アースデーのイベントでも、カンタティモール上映されますし、17日は3回上映だったかな、1日で、うん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 、その間にトークやライブが入ってきます。愛知芸術劇場の大リハーサル室、はい。詳しくは、カンタティモールの公式ホームページを見てください。素敵な映画です。本当に素晴らしいです。はい、何か告知しとかなくていいですか？はい、明日そのアース、あ、まあ、そうですね、17日の木曜日は託児もあるので、お母さんたちにもぜひ来てください。そうですね、で、まあ、あの20日にリリース、正式リリースということなんで、まあ、各地でいろんなところでまたさらに
はい、観客数かける500円っていう上映料で、その上映会を開いていただけますので、あ、かまちゃんと一緒だね。かまなか監督の内部被曝を生き抜くも同じパターンです、ね。そうだ、500円かける上映料で上映会が、これいいですよね、この仕組みね、うんうん、主催者が損しないもんね、はい、うん、それにこのネットとかの情報しか触れ、うんうん、あのネットでなかなか見ない人とか、なんか、うん、身近なところでね、うんうん、そのいろんな人を誘って見てもらえるっていうところ非常にいいな、うんうん、また上映会をするっていうところでね、自分たちの意識もね、うん、あ、自分たちでこんなことができるなっていうのはね、うんうんうん、とても素敵な体験だと思います。そのシステムいいよね、ハードルが下がるしね、はい、うん、誰でもできるからね、うんうん、ぜひ、カンタティモールを僕は初めて見たのは、あのこれを買ったあのオゾンさんの2階の十何人でいっぱいになるような小さな会場でしたが、とってもアットホームでいいあの上映会だったんで、 あまり難しく考えないで上映会もあちこち開いてほしいですよね、はい、ということで、ま、あのゲストの、はい、広田夏子監督と小向定助監督でした。ありがとうございました。あのお二人はぜひですね、あのパントマイムのランチを召し上がっていっていただいてですね、そのランチ代はあの皆様からのカンパ、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